翔監督インタビューです。下北沢成徳小川良樹監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。成徳史上初の連覇達成となりました。優勝を決めた瞬間いかがでしたか？すごく嬉しかったです。決勝も成徳のパワー、そしてディフェンス、つなぎも素晴らしい戦いでしたが、ゲーム振り返っていかがですか？昨日の準決勝のフィンランド終日の試合が内容のあるすごい試合でしたので、特に終日の選手たちの心の強さというのを、感じまして、今日の決勝は厳しい試合になるだろうなということは予想していました。まあ、その中で戦い抜いた選手たち、素晴らしいプレーだと思いますが、その選手たちいかがでしたか？今日はブロックがたくさん出るというようなゲームではなくて、むしろディフェンス、フロアディフェンスの方で粘り強くゲームを作ることができたと思います。本当にこの日本一になるために厳しい練習を続けてきましたが、改めて3年生どんな選手たちでしたか？今日特にその難しい試合を、特に2セット目、厳しい展開の中で、逆転することができました。この1年、優勝を目指して頑張ってきたんですけれども、彼女たちの成長をコートの一番近くのベンチで、見守ることができて、監督としては、とても幸せな瞬間でした。そして、キャプテンの黒川選手も本当によくチームを引っ張ってくれたと思います。黒川選手についていかがですか？今日は苦しそうな顔してましたけれども、最後は、きちっと決めて、笑顔で終われることができてよかったと思います。特に、今日は、チームが苦しい場面で、選手たちの背中を押してくれた、たくさん応援してくださった方々に、心から感謝したいと思います。ありがとうございました。では最後に、見事連覇を達成しました選手たちに、監督から一言声をかけてください。優勝おめでとう。おめでとうございます。小川監督でした。ねえねえ、私たちが私に言ったこと本当になっちゃった。